神奈川県江ノ島の海水浴場で海開きが行われました。今日はあいにくの雨でしたが、タレントの鶴野健さんらが参加して安全祈願が行われました。NTT ドコモなどは、海の事故など緊急の際は海上保安庁に通報する118番で連絡してほしいと呼びかけました。